はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、今回の動画ね、ちょっとスペシャルな感じになっておりますが、えー、今回は馬券ネタなんですけど、いつもこのチャンネルを、まあ、見てくださっている視聴者様からすると、聞き慣れた感じなのに初めて聞くというね、そういう意味でのちょっと変わったスペシャルな内容になっております。なので、ぜひ最後までね、楽しんでいってほしいなと思うわけなんですが、まず、最初に基本の条件をね、掲載しております。これまあ、どっかにメモしながら、うん。 動画を見ていただければなと思うんですけどね。休み明けの話です。で、コンスが未勝利から三勝クラス、6歳以上は除く、芝ダート代わりダート芝代わりは除くっていう。まあこれをまず動画全体の基本条件にしますので、これをねあのまあメモするなり頭の中にインプットしておくなりしながら見ていってください。はい。見慣れているように見えると思いますがという感じなんですが、今の条件に対して前走レースの相手の次走掲示板内通数を使います。 おやと。いつもはね、三着内等数っていう定義を紹介していますが、実はこのね、辞奏掲示板内等数もね、馬券には効果的なんですよっていう話なんです。なんでスペシャルですね、初出しなんですが、えー、当該する馬が12週以上の休み明けである時点、先ほどのね、基本条件ですね。その時点で前走の相手はかなり多く時奏をすでに走っています。ここで合格とする等数は8頭 はい、前走戦った相手が次層すでに8頭掲示板に入っている8頭以上ですね掲示板に入っているという条件を加えてみます。 さあ、そんなわけで強い物差しが加わるということで最初の条件に一つ加えていいかとします。休み明け、コンソウ未勝利から3勝クラス6歳以上は除く、芝ダート代わり、ダート芝代わりは除く、そして前走の相手が次走8頭以上掲示板内に入っている、まあ、5着以内という意味ですね。次を5着以内の馬が8頭以上いるレースを経由しているこの馬ということになりますが、どうでしょう。まあ、これ単純に考えて前走の相手が次々と次走掲示板内を確保しているという ということはレースの価値が高かったという確率が高くなりますし良い相手、能力のある馬が多いレースだったそういう馬と戦ってきたと考えることができますよねそしてここでですね不安定を解消する付加価値を加えるというねページになるわけなんですが、えー、掲示板に乗っている馬が多いからといってそれがね全て4,5着だと怪しさ満点ですよね前走戦った馬、次々掲示板に入ってるな しかし、4着5着ばっかり、全然馬券内来てませんよね、みたいな。そんなこともあります。そこで、それを補うために、まあ、ここではね、以下の条件を加えてみますということで、赤文字のところですね。前走の相手が時走1等以上は連帯している。うん。2着以内という意味ですね。なんで、休み明けの馬、根奏未勝利から3勝クラス6サイズ以上は除く。えー、芝ダート、ダート芝代わりは除く。前走の相手が時走8等以上掲示板内に入っている。 5着以内という意味です。に加えて前奏の相手、その8頭の中ですね。8頭以上の中で、まあ少なくとも1頭以上は、実を連帯しているという条件。はい。これで少なくとも、え連帯以上した馬が1頭以上いる上での掲示板内8頭以上という割と明確な価値が生まれます。 さあ、えー、ここでね、毎年好成績になっている現実へようこそということでね、ウェルカムトゥディスク h i s ジータイムこの枯れた時代へようこそという感じなんですが、<laughs> これわかんないかな。<laughs> 若い人わかんないですよね。はい、あの、北斗の剣のね、あの、トムキャットの曲ですわ。はい、えー、これに該当した馬、当該レースを経由して休み明けの馬はですね、2020年以降の前年度で、 前年度で回収率が110%を超えているというね、ことでですね。すごいですね。2020年144%、2021年163%、2022年132%、2023年ちょっと下がったけど114%ということで。はい。素晴らしい成績ですね。しかも全体の勝率は10.1%もあるんです。うん。えー、やはりですね、あのー、戦った相手がね、実はもう掲示板に8頭も 8頭以上も入っていて、しかも連帯してる馬もちゃんといるっていうレースを経由している休み明けの馬。これ、のっけからね、あのー、期待できるっていうことが、まあ、頭の中で、あのー、文章にしていけば、まあ、成績いいんじゃないかなっていうのは想像つきますけど、実際に成績がいいんですね。 はいでえー、副賞率が26.0%、ね、26. まあ、勝率にパ6足したぐらいになっています、副回収も97%もあるんですよね、なので、えー、もちろん人気薄であるほど回収上がりますが、単勝単系統の馬券よりです、ね、回収率の効率は当然下がってしまいますが、副賞系統の馬券でも、一般的な競馬ファンの買う馬券より高い回収が見込める軸馬として扱うことができますよね。なのででワイドの軸であったり うーんそうですね。えー、三連服の軸。はい。えー、三連単マルチの軸なんかもね、副賞と同じ意味合いを持ちますから、ある程度。えー、そういう風にも使えますし、例えばまあ自分の中で予想して自信たっぷりの馬が一頭いるとして、 え、これに該当する馬がいたらね、ワイドの相手1点にするとか、えー、3連服で自分の自信がある馬プラスこの馬で2等軸にしちゃうとかね、3連単でも同じこと言えますけど、そういう工夫もできます。はい。なんですけども、まあもちろんこのも、もう見るからに、えー、タンケートの方がね、成績は良くなるんですけど、適中率がある程度ないと心折れちゃうよっていう方は、そういう使い方もね、あの、結構いいと思います。 さて、えー、ここからはですね、馬券ガチ勢が疑問に思ったことの解決編へということですね、解決編に入っていきます。はい。<laughs> 日暮らしのが心にじゃないですけどね。えー、まあ、古いか、ちょっと。あの、回収率をね、求めるだけの人は、ここで動画を消しても OK なんですが、えー、ここからはちょっと、あの、ガチでね、馬券と向き合っている人が、 えー、ここまでに感じたであろう疑問についての解決をしていくパートとなりますということでねちょっと今回こういう構成にしてみたんですけど最初に出てきたねコンソン未生児から参照クラス6歳以上除ぞく芝ダート代わりダート芝代わりは除くという部分この3つの定義について何でだろうと、うん、思った視聴者様、えー、これ安心してください解決しますよというところで、はい、そこまでやってこそねこのチャンネルなのでこの話をちょっとしていきます。 まずですね、あの、クラスの部分に関して、えー、新馬戦の馬って前走の相手なんて存在しないわけですから、なくて当然ですよね。じゃあ、オープンから G1 なぜ切ってるかというと、まあ、多くの馬が割とね、割とっていうかあの、そこを目標として、逆算してレース使っていくわけですから、この休み明けでぶっつけ本番よりもね、 あの、順調に来ているものの方が良かったりしますし、まあその辺はあの、あとレース数が少ないので歪みもね、生じやすいっていうところですかね。はい、偏りが生じやすいっていうところです。長期間でも。で、その分だけやっぱ不利になるケースもね、休み明けだとありますので、ここは省いているということです。はい。で次に6歳以上って年齢に関してなんですけど、 あの若い馬だったらね休みの間の成長も見込めますよねなんですけどまあ年齢が高くなってくると、えー、休み明け12週以上以上ですからね12週だったら3か月ですけど12週以上っていうことはもう4か月も5か月も半年も入るわけでそうなってくるとその間にまあ,あの年食って普通に衰えちゃうっていうケースも重々あるわけですよで例えば休み明け24週前走相手は構想が多いがその間に俺8歳になっちゃいましたねみたいなそんなケースもあるわけですからこれやっぱりあの 計算の立つ年齢だけ扱えばいいんじゃないかなっていうところですねこの計算の立つ部分で重要であの成績が良くてもねだから僕省く時がありますこういう自分の狙い目とか作っていく見つけていく上で まあここはあの成績いいけどでももしかしたらねあの崩れそうだなっていうだったら計算がすごい立ちやすいこの若い年齢だけとかこういう条件だけ残して他はもう成績良くても買わなくていいかっていうふうにすることはありますそういう意味でこれやってますね。で最後に芝とダート、はい、これの双方のね変わりを省く意味なんですけど例えばね前走芝レースだとしましょうで相手がね次走でただ好走している場合。 まあ今回の動画の趣旨ですよね。その次走って当然芝の頻度が多いですよね。うん。で、ダートならダートが多いわけです。で、まあ、可能性としてね、前走、芝のレースでした。でも、児走高走しまくってるけど、えー、自走相、ダートに代わって、高走しまくった馬がいっぱいいましたっていうことも、まあ、少ないけどあります。ありますけど、じゃあ、えー、前走の相手が児走じゃあハット、ハットを掲示板に乗ってました。うん。 その半分以上が芝ダート、ダート芝変わってるってことは、まあなかなか少ないじゃないですか、競馬ではね。はい、なのでっていうところですね。で、あくまでも物差しとして、えー、前走相手の、はい、えー、次走の掲示板通すっていうのを道具にしているわけですから、今回。なんで、前走ダート戦で、次走も多くがダート戦で活躍したレース経由の馬が、休み明けで芝レースに出てきた場合って、これ物差しとしてはちょっといびつになりますよね。うん。 ずれちゃってる、曲がっちゃってるっていう部分が出てくるわけですよ。で、これも、だったら、計算が立つ方を使えばいいじゃないですかっていうことが大きな理由になっているという感じですね。 で、えー、言葉にできない馬券術はただのて名だということでですね。あの、今、条件改めて書いてますが、今の説明でね、えー、疑問は解決できたと思います。で、僕自身、あの競馬馬券関連の活動がもう20年近くなっております。まあ、ロートルと言われやそれまでですがその、そんなロートルだからこそ、うん、重みがあるかなと思うんですが、えー、一貫して言ってることがあってですね、それは、あの、条件を言葉に置き換えられるロジックは強いということです。 で今回でも冒頭の、まあ、内容ですよね。えー、前奏の相手がこんだけ活躍してるんだから、自分自身もお成績が良いというか、その前奏の価値が高いっていうことが言えるとで。それに対して他の条件ですね。これこれこういう理由があって、こういうふうにしてます、この範囲にしてますっていう言葉にできる。でこれはですね、あの、 こういう内容って非常にね、あの、先々もブレないっていうか、周りの競馬の環境、ルールとかが大きく変わらなければ使い続けることができる確率がとても高くなるっていうのは体感しています。で逆に、例えば前走このレースは2番人気が強いとかね、前走6着、7着、9着の馬が穴で、13着、14着の馬は馬券内に来ていないとか、 うん、それってあの、小説で言ったら第1章の見出し、第2章の見出しにはなるんですけど、内容がないんですよね。文章がない。うん、で、そういうものっていうのは、やはりね、デメでしかないんですよね。うん、なんで、そこを意識して、競馬を考えることができる人、馬券を考えることができる人は、自分だけの武器っていうのも、まだまだね、あの、出てない、世に出てないもの、見つけられると思います。はい。っていうのは、 うん、例えば僕だって頭の中でまず考えますね。うん。こういう条件でこうで、こういうけレース経由の馬だったら成績いいはずだよなっていう,いうのを仮説で頭の中で立ててから調べて、で、実際に成績が良かったらそれ先々もずっと使えるんですよ。うん。なんですけど、例えばデータを見ていく上で、あの、このレースの前走を見ました。はい。えー、前走3着で上がりが4位以内だった馬の成績がいい。 っていうのを見つじゃあこれが馬券法だってやっちゃうとそこには何の意味もないんですよね。うん、だったらじゃ前走を、えー、先行した馬ばかりが掲示板上位独占している中1着から5着のうち4着を独占している中でその中で唯一上がり上位の足で刺して上位に入ってきた人気馬。 はい。これっていうのは本当に強いんじゃないだろうかみたいなところを先にあの頭の中で作って、言葉にして文章にして調べて、それが良ければ意味が通っているので、あの、その後も使えるっていうことです。うん。 で、そういうのを、うちのチャンネルを見てくださってる方はね、ぜひ、あの、まあ、こういう出会いがあって、うん、こういう話を聞くのも、もしかしたら、初めてのね、競馬初心者さんとかもいるかもしれません。で、なので、あの、競馬初心者の方って、最初の1年、2年、3年、4年、まあ、僕もそうでしたけど、そういう、あの、出目の方ですね、終わってみりゃデメじゃん、みたいな、そっちに時間費やしちゃうんですけど、その時間って本当に無駄なので、 うん、で競馬初心者の方だったら初心者の方にしか見えてない部分って絶対あると思うんですよね。僕らみたいにドロドロの競馬親父になるまでずっと馬券買って競馬見てる人だともう気が付くことができない。 初心者さんの目じゃないと気がつくことができない部分っていうのも絶対あるんですよね。で、そういうところを、あの、言葉にして、頭の中でこういうものは成績がいいんじゃないかっていうのを描いて、それを調べる。そうすると、あの、自分だけのね、馬券ロジックできると思いますし、はい。えー、馬券歴が伸びて見つか、見つけられることなんていうのは、えー、結局誰だって、あの、時間と、うん、努力と発想力があれば見つけられますけどね。 でも初心者のうちじゃないと見つけられないこともきっとあると思いますから、ぜひね、あの、競馬初心者さんはそういうものを見つけてほしいなと思いますし、えー、で、競馬ずっとやっていらっしゃる方で、今これを見てる方はですね、逆に今度は自分の経験上、こういう、こういうね、あの、理論立てしていけば成績がいいんじゃないかっていうものを先に頭の中で作って、それをあの、調べるっていう、そういうなんか逆算じゃないですけど、そういう手順でやっていくと、まだまだ自分だけの武器っていうのを見つけられると思います。 はい。そんな感じでお届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録、高評価なんかしていただけたら嬉しいです。競馬ボーン著者の竹内がお届けしている竹津部というチャンネルになっておりますが、はい。自分がね、馬券買い始めた頃、まあ20代、まあ20歳ですかね。20歳って言わなきゃダメですもんね。20歳の時にね、あの、知りた、知りたかったなっていう内容を、うん、割と意識してお届けしているチャンネルではあったりするんですが、 うんそうですねあの今でもやはりですね競馬のこういう情報媒体とか全体的に見ているとやはりあの競馬のファンって何も変わっていないんですよね競馬新聞を見て予想するっていうことも実は全く変わっていなくってこんだけねデータベースを自分で持ったりとか自分でいろんな情報をね手にできる時代なんだけど。 えー、ほとんど変わっていない。僕の読みは外れましたね。2020年代には競馬新聞をベースで予想してる人なんで、もう半分ぐらいになってると思いましたけど、全く変わってない9割以上の方がそうだし、そうなってくると、やはり永遠の初心者みたいな人ばっかりなんですよね。ってことは、あの、競馬のメディアとかも初心者向けの内容を書くので、僕が馬券を買い始める前、うん。 10代半ばぐらいの頃に競馬雑誌に書いてやったようなね、このレースは前走何番人気がどうしたとか、ね、あの、前走何着の馬がどうしたっていう情報からアップデートされないままもう25年とか30年かなとか経ってるんですよ。うん。ということは、もうずっと周りは競馬の初心者のままなんですよね。馬券歴30年、40年あろうが競馬初心者みたいなものが、あのー、みたいだと言えるね、えー、状況である人ばっかりなんですよね。 うん、そういう中なんで、やっぱりあの、こういう風にですね、ちょっとあの、なんでしょう、角度をつけたようなやり方をしていくと、本当にあの、馬券って全然まだ勝てますし、はい、まだ勝てるっていうか、何も環境変わってないんで、勝てるんですよね。うん、で 圧倒的にね、他のギャンブルよりもぬるいと思いますよ。もっとあの、ポーカーとか、あの、カードゲームとかってもっとヒリヒリしてね、あの、感情の読み合いとかも必要になりますけど、馬券はもうそんなことほとんど必要ないですし、今気をつけることって、あの、有名なユーチューバーさんとかが本命にしちゃうと、人気を捨て,ても人気になっちゃうっていうね。なんで自分がそのまま買いたかった時に期待値が下がるっていうね、それ、そういう地雷はありますけど、あんまりね、あの、 うん、そういう、なんかイレギュラーな、時代に合わせたイレギュラーなこと以外は、何も変わっていないんですよ。で、何も変わっていない土俵の中で、知識が増えて、あの、やり方が増えていく側の人間って、当然有利になりますよね。うん。だから、未だにあれですよ、あの、水を飲まずに、水飲むの禁止だとか、うん、スクワット1000回だとか。 うさぎ飛びだとかっていうそういうあの非科学的なトレーニングをしているあのスポーツの組織があるとするじゃないですかそこに現代のスポーツの,あの効率的なトレーニングの仕方とか、うん、そういうのに戦ったらもう勝負になりませんよねだから1980年代とか90年代前半僕が子供の頃の、えー、サッカーのチームとか野球のチームとか格闘家と今のサッカーチーム野球のチーム格闘家が試合やったらもう勝負にならないと思うんですよ それぐらい非効率的なことをしている。でも、競馬のファンの世界って、その、未だにうさぎ飛びしたりとか、水飲まずにやったりとか、そういうところからアップデートしていない人が90%ぐらいいるので、だったら、まあ僕たちはアップデートして、割と、あの、戦いやすい、勝ちやすい方を選んでいきましょうねっていう、そういう情報を発信しているのが、まあこのチャンネルだったりしますので、え、これまでにもね、たくさん馬券ネタアップしました。この動画が初見という方は、ぜひね、過去の動画も、あの、いろいろ見ていただければ、新しい、あの、発見とか、うん。 何かお役に立てることがあるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、振り返ってみていただければ嬉しいなと思っております。ということで最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。